球対決ですさあマミもちょっとね色変わってますよね。そうですね。さあでは両者今度はアームの選択に行きましょう。いいですねこのマミ対決、ね、マミ重量級対重量級、これ結構ずっと軽力が来たので楽しみです ね。さあでは続けてアームの選択です。まず林くんのマミーはオートカノン、オートカノン両方ですね、うん、こちら爆発するんですよね。そうですね、炎属性のリボルバーですね。はい、そして大西君は左にビッグパンチ、そして右にオートカノンとなりました。さあこの対決非常に楽しみです。よし、 Are you ready? Now let's take up arms! Round 1! 両方とも投げてましたね。おーという感じのこの重量級対決です。パンチがでかい、投げが強いもうこの3連発が可愛く見えるぐらいですもんね。重いですね。両者ともガードをしている間に体力回復できますか、うん、叩きつける。ガードしても投げ合い合戦になってますね。はい、ガードしても投げは有効ですからね。そうですね、もっと動いてパンチをどんどん打ってほしいですね。さあ両者ここはパンチ決まるのか。ラッシュ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 。さあそれではまだ両者は互角に戦っている。おー、いい勝負ですよ。マスターマミの投げがきつい。どうなるどうなるどうなる。すごい。こうやって見るとやっぱり重量感ある戦いも面白いですね。迫力ありますね。さあまずは大西君が勝利をしました。さあ次でアームを変えずに行きますね。おー、早いですね。 Now round two! さあもう両者も投げますね。続けてきました。さあここは林くんの操縦するマミーも頑張りたいところ、相手の動きをよく見て。リボルバーのパンチは軽いので、あ、大高野ですね、重いビッグパンチで打ち落としてほしいですね。さあ両者そんなに素早く左右に動けるタイプではないんですが、はい、方向を変えた方がいいですね。そうですね。さあその間に大西くんがチャージを貯めました。これはラッシュ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 、うらー、決まった。さあここで両者それでもまだ互角の戦い。さあ投げがきついです。ノックアウト。ここは林くんのマミーが一戦返しました。いい勝負ですね。さあ1対1、いよいよファイナルラウンドです。さあ両者アームの選択です。変わらずいきますね。 Are you ready? Now let's take up arms! Final round! アームを変えないですね。さあここはどうなるのか。マミーは投げがきついですね。そうですね、マミーはお尻が可愛いんですよ。お尻が可愛い、はい、皆さん来ましたマミーこう見えてお尻がキュートなそうです。デザイナーがだいぶこだわってお尻を作ってますさあ両者まだまだ互角ですが、大西君がちょっと教える気がします。さあ投げてやると、相手に投げるとパワー光る。ノックアウト。ここは早かった。以上に対ゼロをもちまして勝者大西くん。さあ